はいどうも、良平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は前回に引き続き翔平ズ対外試合の後半戦をお届けいたします。打席にはサイクル予告のゴリスポー君。はい、外外れてボール。1打席目はねちょっと力んでしまいましたからね。はい、そのね前回の様子は概要欄からチェックよろしくお願いいたします。またね、ゴリスポ君の出演していただいたグラブ紹介も概要欄ありますのでチェックよろしくお願いします。はい、強烈な打球、ただこれは大きくそれてファールに。これね、外野の車に当たらなくてホッとしてる様子がちょっと出てるかなって感じですね。さあ、3ボール2ストライク。これ思いっきり振ってても三振となってしまいます。ワンアウト。お次のバッターは若林さん。はい、これもね思いっきり振ってくるんですけどね、いいピッチャーですね、左ピッチャー。はい、また同じところ空振り三振となってしまい2アウト。さあ続く良平、これ外のチェンジアップ振らされました。なんかバット持ってますけども、はい、結局ね三者凡退、三者連続三振倒れて無得点となります。翔平ズのピッチャーは前回にね、引き続き奥野くんが上がっております。これちょっとタイムミスあったかな、でも打ってもらってサードゴロ、ワンアウト。よかったですね、キャッチャー吉田さん打っていただいてって感じでしたね。危なかったですね。はい、お次のバッター、これがフラフラッと上がった打球だが、そこにはゴリスポ君がいる。ツーアウト。奥野君もねガチムチマックスで押してってますよ。これいい打球ですがショート一回弾いて、うーん、たー、いいプレーだったんですけどね、強い打球しっかりと体で止めて前に落としたんですけれども、その後がちょっと、はい、ただこれ三振となりピンチを三振で抑えております。ナイスピッチ。さあ1番からいいですよ打順が。はい、吉谷さんナイスバッティング、うまく合わせましたね、変化球をヒットとなっております。ナイスバッティング。さあこれでノーアウトのランナーが出塁となっております。さあ続くバッター高橋さん、ブックオフト、これが逆方向へのチームバッティング。はい、これで吉田さんも三塁まで進んでおります。はい、そしてこれ、うん、ちょっと引っ掛けてしまいましたね、これだとちょっと入ってこれず2アウト。さあクリッチ、おっと危ない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 、打ち気が出てますねクリッチ。さあフルカウント、ただこれ、うん、カットしに行ったのかな、うん、っていうようなスイングでしたが、追加点のチャンスも得点奪えず。はい、そしてこれサードナイスロー、ナイスキャッチ、ナイスローです、阿部さんいいっすね。はい、続く俊さんのところ、これ頭へのデッドボール申し訳ございません。まあ、皆さんね、まだ結構ヘルメかぶってないチーム、見受けられますが、こういうこともあるので、ヘルメはね、必ずかぶるようにして楽しんで野球やりましょう。はい、そしてこれ吉野さんいいですね、スタート切ってましたね、サード投げれずピッチャーゴロですが。さあ2アウト、高め要求でちょっと低くいってしまってうまく落とされる、タイムリーとなってしまいます。これはバッティングうまかったですね。はい、そしてここでブロッキングするもランナーがスタートです、セカンドはセーフ。さあピンチですが、ここジャストルキン後続を見逃し三振で同点にはさせず、ナイスピッチ。さあ1点差となってしまいました。翔平ズ先頭風を思いっきり振っていくも三振となります。さあ先ほどね、前回の動画で大飛球だった翔平が打席へ、今度は柵越えとなるか、注目の1球目ドカンとガツン、よいしょー、おりゃー、振り抜いた打球はレフトへ、どこまで飛ぶ、ゴーン、ナイスバッティング、
記念すべきメタル第1号アーチとなります。いいですね。これでホームイン、貴重な追加点です。長打こそ正義というようなねバッティングでした。ナイスバッティング。さあ続くことができるか。奥野君もフルスイングだが、これはファーストファールフライ。ファーストナイスランニングです。ナイスキャッチ。さあ続くバッター欲しい。ここはしっかりと選んでフォアボール。9番の関さん、ただこれ外のボール空振り三振となってしまいます。でもね1点取りましたと。この回から粕谷がマウンドへ上がっております。先頭をライトフライ、ワンアウト。お次のバッター、はい変化球で三振、ツーアウト。テンポよくポンポンと投げ込んでいきます。はい、そしてこれも変化球を打たせてファーストフライ。おお、ナイスキャッチ。ファースト高橋さんのスライディングキャッチ、グッドプレイです。さあ9回表バッターはゴリスポ君から、これがレフトへ強烈な当たり、ナイスバッティング。はい、ノーアウトでランナー出ましたよ。さあ岡林さん、ただこれまっすぐ空振り三振となってしまい、ワンアウト。続くバッター良平も外のチェンジアップを空振り三振、ツーアウトとなってしまいます。さあ吉田さん、ここ狙ってったボールだったんですが高く上がってショートフライ、ランナー出すも後続続かず。はい、そしてね次の回も加瀬がナイスピッチングで三者凡退を抑えております。さあ先頭の高橋さん、フォアボールで3。そしてここクロスファイヤー決まって三振となってしまいます。はい、この場面で高橋さんが盗塁成功、完璧に盗んでおります。チャンスです。さあクリッチ、はい、スイングいいですよ。思いっきり振ってってます。さあ追い込まれて、またねカットしに行ったボールだったんですけどね、まあ、左対左、そこがちょっとクリッチ君にしてるのかな。さあバッター加瀬のところで、ここバッテリーエラーの間に高橋さんが好走塁で三塁まで到達。ただ粕谷もなかなかバットに当たらず、この日3三振目となってしまいます。さあこの回も粕谷マウンドに上がっております。先頭をピッチャーフライ打ち取っております。ワンアウト。お次のバッターフラフラと上がった打球がショートフライ、ツーアウト。本当に球数少なくポンポン投げ込んできます。はい、そしてこれがショートランニングショー、テンポよくこの回も三者凡退です。さあ先ほど特大アーチの翔平さん、これがただね思いっきり狙ってましたね。はい、思いっきり引っ張ってサードゴロとなってしまい、ワンアウトです。さあでもねここから続いていきたいところ、ピッチャーね、お相手のピッチャー高橋に変わっております。はい、そしてスリーボールとなって、おお、すごいスイング、思いっきり振ってきますね奥野君。これは変化球ちょっとタイミングずらされたかな。はい、フルカウントとなって、これ外れてフォアボール。さあ追加点のランナー出ましたよ。そしてこの間にランナー三塁まで進んで、この強烈な打球がショートを襲って、はい、強烈な内野安打で追加点です。ナイスバッティング。そして続くセッキーさんがこれ高く上がってショートフライ、ツーアウトとなります。さあまたでもねランナーいますかね。バッターゴリスポ君、これがデッドボールだが動かない、動かない、当たってなかったこととなっております。審判確認してますが、当たっていないと言っているようです。ちょっと無理あるんじゃないかな。さあ、お次のボール。ガツンともらう。まさかのまたデッドボールだが動かない。強靭な肉体は、ボールが当たったのを感じなかったようです。ね、さすがね、言っていいのかわかんないけど、ゴリラスポーツですからね。強靭な肉体持ってますね。さあ、スリーボール。もう打つ気満々ですよ、ゴリスポ君。打ったー！ドーンと！
これはガツンと捉えた打球はレフトへ。はい、これもダメ押しなるツーランホームラン。さすがね、強靭な肉体を持つ男です。はい、ナイスバッティ、ゆっくりとベースを回っております。ホームイン。これで点差は5点差に。カーブ待ってたんですかね、思いっきり溜めて打ってます。これでね、翔平さんとのアベックアーチになります。さあ11番の若林さん、さあこれがキャッチャーゴロかな、キャッチャーゴロとなって、はい、スリーアウト。ただね、この回追加点を奪うことができました。さあ最終回のマウンド、ここまでね無安打投球の粕谷君と、はい、ツーアウトとなります。1人のランナーも出しておりません。おお、いい関係ですね。粕谷君といえばこのテンポ、これねちょっとフォーク抜けたんですけれども、なんかシンカーっぽくなって最終回もランナー出さず、ナイスピッチ、試合終了です。この日は翔平の勝利となりました。 MVP 賞お願いします。ちなみにピッチャー2人は4回無失点かな、はい、4回無失点2人でも、粕谷3三振だからな。そうっすね、じゃあなんでそうっすね、 MVP 賞翔平さんと言いたいところなんですけど、お来た、これはお言いたいところなんですけど、はい、まあ、先発のピッチャーの方で、おー、はい、やっぱバッティングも良かったですし、ピッチングも盛り上げてくれたんで MVP でお願いします。ありがとうございます。ってことは何を GS の商品、1万円分、1万円引き、1万円引きっす。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。1万円引き、素晴らしい。ちなみにどんなんがあるんですか GS の、まあ、グローブ買うとか。でも OK なんですか。はい、いろいろあるそうです。お願いします。上は3着買って1番で押さえて、あーとかでも大丈夫です。はい、まあ、自由に使ってください。スパイクはいくらするんですか。2万ちょいっすね。いつまでね、まあ、半額なんでお得かなと思います。そしてもう一人、もう一人はちょっと決めれないんで、翔平さん決めてください。俺決めていいですか。はい、じゃ あのじゃんけん大会な。じゃんけん大会、じゃんけん大会。フルメンテナンスパック、はい、そう、大体いくらぐらいするんですか。普通は、僕らが取ってるのは1万5000円。でもそっちの方服の行こう。でもさ、みんなグローブめちゃくちゃイーグルぶつかってるんで。最初はグーじゃけんぽい。はい、じゃあ勝った人ちょっと前に。じゃあもう3人ここまで減ると欲出るよな。1回ですね、1回か。演技で止まってる。最初はグーじゃけんぽい。フリーに券を授けます。はい、じゃあ、モンタナスポーツ、はい、今日グローブ預けてもいいし、はい、まあ、ゴチでもいいし、はい、はい、ぜひお願いします。今後ともね、GS のこともよろしくお願いします。よろしくお願いします。グローブオーダーだったり、ね、スパイクだったり、最後やらせホームランみたいなのが打ちましたけど、なかなか楽しかったです。ありがとうございます。また来ます。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しい時間を過ごすことができました。参加していただいた皆さん、対戦相手の皆さん、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー。そう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 。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。